どうもお疲れ様です。本日9月20日朝6時の相場解説をしようと思います。今回のテーマはテクニカルを駆使して、えー、相場を読み取れってことなんですけども、実際に昨日から今日にかけて駆使したテクニカルを、えー、振り返ってみようかと思います。まず今冷やしを見ていただいてますけども、確定した昨日の冷やしって陽線になってるでしょ赤い線でしょで、見えにくいんですけども、 小さいのが、こうね、今、形成中の今日の、チャート、あの、ロウソク足です。これはもう、瞬間的に陽線が出てますけども、まだわかりませんのでね、今日の、ローロウソク足は気にせずに、昨日の確定したロウソク足をご覧ください。これね、重ねますけども。陽線でしょで、昨日私はいろいろお話し,しましたけども、結局、倍で入ったっていうお話をしました。そして、一時期は含み益、あ、含み損になりましたけども、あの、残業してね、 えー、夜まで粘ったことによって結局含み液を取り戻して理学しててるわけです,よですんで昨日の私の倍の判断はタイミングともに間違っていなかったってことになります、えー、そしてそのために駆使したテクニカルは何だったのかってことなんですよテクニカル駆使すべき技術を持っていれば困難な状況もきちんと理学してくぐり抜けることができるってことを昨日の相場解説は証明できたんじゃないかなと思います はいじゃあ4時間の方見ていきますよ。4時間を見ていただくと、昨日はセカンダリートレンドっていうお話をしましたよね。これもテクニカルの一つですよ。セカンダリートレンドで下落中の流れがあるけれども、全体的な流れとしてはマルチタイム分析で上昇方面にあるっていうのは分かったわけじゃないですか。ということは、このチャンネルラインを超えたあたりで倍に入れば、そのセカンダリートレンドを抜けた瞬間を捉えることができるから、 利益を取ることができるよねって話でした。その時に上級者はここから入ればいい。リスクを取れる方はね。でも初心者の方はここを抜けてから入りましょうっていうようなね、安全策をお話したことがあったと思います。これもいつものことでしょ。で、中級者はこの間のどっかで入ればいいんじゃないのってことです。で、昨日はママと上級者だけが利益を取ることができる。その瞬間に立ち会えたってこと。その瞬間に倍を入れられて、しかも含み損の時にリスクリアードを守った結果、 えっとね、えっ、ー、と21時か22時ぐらいでしたけども、結局利益を回復して理確することができたってことなんですよ。で、それを、お相場解説をね、細かく、その都度その都度作りながらお届けできたんで、何よりもの私のテクニカルの使い方が正しいことの証明がね、今回もできたと思います。しかも、どのテクニカルをどのタイミングで使ったのかってこともきちんとお話してますので、ぜひね、振り返っていただきたいと思います。昨日の動画はきちんと残ってますからね。昨日5回更新しましたよね。 そしてさらに、どんなテクニカルを使ったのかってことをなぞっていきますよ。まずは、チャンネルラインを下げて、セカンドリートレンドに気づいたってこと。これが一つ目。次は、そのセカンダリートレンドで、えー、形成された、このフォーメーションがフラッグであるってことが分かりましたかってことです。じゃあ、フラッグの精神はどういうことかっていうと、入った方向に抜けていくわけですよ。それがいつかは分からないけども、こっちの方向に抜けるわけですよ。それが分かっていたんで、 抜けた瞬間にここだと思って、バイでエントリーしたのを、その瞬間放送できたわけなんですよね。そしてさらに、含み益を伸ばそうと思ったわけなんですよ。私としては、ここで一旦理覚して、半値で、半値でね、いつものように、追撃をしようと思ったわけなんですよ。これも事前にお話し,しましたよね。ですんで待っていた。最低でも20ピップス欲しいなと思って待っていたら、そうではない流れが起きてね、含み損になっちゃったわけですよ。ところが、 ここまでの利幅を狙っていて、リスクリワードを1.1に構えていたもんですから、だいたいね、まだまだ含み損には耐えうる了解にいたわけですよ。ということで、残業して、8時、9時、10時と待っていると、値段が復活してきてね、結局利確することができたってことです。そして今は、147円の828っていう価格でしょ ?148 円にもう一歩じゃないですか。うん。 昨日のうちにここを抜けるようなことにはなりませんでしたけども、基本的には戦術は同じですよ。147円の910とか、147円の965。その水準がここですんで、もう一息上の方に伸びていくんではなかろうかっていう目線でこれから見ていこうかなっていうところです。はい。そして今週中に148円に行けばいいなと思ってますけども、問題が一つあるんですよ。それはですね、一つは急激に 進んでいく円安になると介入が入るってこと。で、2点目。あ、問題2つですね。2つ目はこのカレンダーです。ずっと見ていきますよ。今日はいいんですよ、日中は。普通にテクニカルやってもらえばいいんですよ。今までお話したようなね。今日の深夜27時。つまり、日をまたいで明日の深夜3時ですよ。深夜3時ね。あと23時間後。パウエルの FOMC が終了しての会見がありますんで、大きく市場が揺れますよってことです。で、その揺れっていうのは、翌日にも影響を及ぼして、ただでもう収まらないと思うんですよね。で、収まらないうちに夜の経済指標が来てしまって、さらには見てください。ジャパンですよ。金曜日。金曜日もあるでしょこれが。日銀の政策会合が。で、バンバン続くわけですよ。でかいのが。だから、今日水曜日ですけども、水曜日1日の テクニカルを逃したら、もうね、明日は深夜3時から、もう朝明け方からですね、荒れまくるわけですよ。うん。木金っていうふうにね。そうなってくると、私は木金はとても手が出せないと今では思ってます。それでも解説はしますけどもね。高いレベルの解説になると思いますので、あの、ファンダメンタルも入れての。だから、皆さんにはトレードをしないようにお勧めします。特に実弾を入れてのトレードはやんない方がいいです。資産失っちゃいますから。で、 せめてやるならデモトレードで学習だけはしといてもらいたいと思いますけどもその学習のレベルも高いんで多分あの安定して利益がまだ取れてない方にとってみたらレベルが高すぎる木金になるんでやってもしょうがないと思います、まあ、ですんでね木金を割り切って休んでねこういったらね休みばっかり進めるなって思われそうですけども嵐が来てる時はどうしようもないんですよ台風の時にはあの畑とか見に行っちゃダメでしょ流されちゃうからうんだから意地になってでもね FX をやるんだって思わなくていいんですよ あのきちんとやらなくちゃいけないときがありますから、それは、テクニカルがちゃんと生きるとき、それがだから、先週とか、先々週とか、先々先週だったわけでしょ、ずいぶん長い間、テクニカルだけであの、利益取れてるはずなんですよ、で学習もしっかりできたでしょ、で今回はそうじゃないです、あの私でも、き今日を境に、明日たと明後日はあさっては、エントリーを控えようかなと思ってるぐらいですよ、そのぐらいあの難しいんですよ、今週は、それ、来週もだと思いますけどねだから9月はもうね。 テクニカルで勝負するチャンスがそんなにないと思った方がいいです。うん。ですんで、自分を鍛えるため、もしくは、新しい学習のために、トレードに向かい合うのは非常に結構ですよ。でも、プライベートとか、他のお仕事とかねど、どうしても大事なことがある場合は、あの、9月の今回の38週目と39週目に関しましては、この2週間はね、全く無視してもらっても、また10月からね、あの相場が始まりますから。そう考えていくのも一つの手ですよ。 あ、一週間割り切って FX から間を置こうかなとか、二週間間おを置こうかなと思ってもいいんですよ。あの、夏休みのつもりでね、うん。で、そうやって他のことにメリハリをつけて、あの、新規一転したところでね、よし、FX やるぞっていうのが10月からスタートでもいいじゃないですか。まあそういうふうに、FX 付けになるのもね、ほどほどにってことですよ。どうせいずれ専業になったら毎日 FX やるんですから、私みたいにね。<laughs> だからあのまだねあの FX に対して余裕が持てない時にパッツンパッツンやるよりも毎週水曜日はやるぞとかね毎週火水はやるんだとかねまあこういう風に自分の FX の日を1日とか2日とかをしっかりと見据えていく方が大事だと思いますよどっちにしても最初から専業というかにいかないですからねはい長くなりましたけども今回は以上でございますお疲れ様です